はい、まあ今日ね、平成最後ということで、明日からね、令和っていうね、言語になるわけですよ。で、毎回こうね、まあ、僕なんかね、昭和生まれでさ、でうちのおふくろなんかだと大正生まれだよね。そう、まあね、大正、昭和、ね、平成、令和、ね、4代のさ、なんかこうね、時代の流れの中でさ、生きてる人たちっていっぱいいるわけじゃん。で、昔僕なんかの時はね、明治時代のね、明治前の人がまだいたけどさ、まあ今最近もうやめなったよね。まあそんな感じでいくと、まあ言語っていうのもね、まあ一つのあれかと思うんだけど、ただ、世の中ってさ、もうグローバル化しちゃったから、まあこれは日本の文化として非常にいいんだけど、さほどなんとかな、影響がないかなと思うよね。で、まあ今回さ、このね、10連休この間テレビ見てたらさ、そのなんだっけ、キャスターの人がね、もう好きなこと言ってたね。要するに10連休ね、に対してさ、ヨーロッパの人たちはね、もっと、ね、豊かな暮らしをして休みが多いんだ言ってるよね。で、ね、欧米の人たちもどうだこういうね、この人ね、全く知らないんだと思うんだけど、世界のエリートの人って日本人以上に働いてるからね。で、ヨーロッパの人たちがなんで豊かかっていうと、親からもらったさ、ね、その、財産があって、ね、課税もさ、日本と比べたらね、要するに課税標準が低くてさ、でさらにね、継承できるような仕組みができてるね。で、日本、欧米でもね、要するに相続税がない国、州っていうのはさ、いっぱいできてきてるわけだから、逆に言うと親のも、ね、持ってる財産を子供が引き継いでね、それで、結果的にさ、それを例えば家賃収入だ、農地を貸してる、ね、地代だ、まあ、いろんなものが入ってくるから、まあ、別にね、要するに、勤労所得だけじゃない所得があって、で、それなりにね、要するに、休みの取れる仕事についてる人たちは確かに豊かなんですよ。で、ここだけね、切り取ってさ、物事言うのはね、バカのとしか言いようがないよね。で、僕はね、思うんだけど、さ、ね、今回のね、10連休あるよね。で、今三崎に住んでると、まあここはさ、一応今僕たち頑張ってさ、そのなんとの、観光地にしようとしてるわけだよな。で、そうするとさ、いい当たり前だけど、要するにみんな休むべきですよってさ、このバカが言ってるわけでね。サービス業っていうのはさ、いい例えばさ、需要があればそれだけ必要な人がいるってことな。だから、サービスを受ける人の分量だけ、サービスをする人の分量が必要なわけね。世の中のさ、そういうね、もう初歩的なさ、経済の分からない人たちが、経済学者いっぱいいるわけよ、ね。だから、例えば10連休でうんと休みがバーッとね、じゃあ人がみんな休むとするじゃん、何すんのどこ行くので、行ったところでさ、当たり前だけども、そこでね、来る人たちにサービスを与える、ね、人たちがその分量分いるわけだろ。普段ぼーっとしてるね、ような観光地でも、ね、人がバーッと来ればさ、それなりにさ、ぼーっとしてらんないわけだろ。その一生懸命さ、人集めしたりね、なんかするわけじゃん。で、まあ今ね、うちなんかだと、まあこれだけの人数がいるうちにね、まあ、強制的にさ、ね、アルバイトに来させたりね、してさ、対応してるけれども、ね、要するに、それできないところは、ね、逆に言うと、なんだこの店はどういうつもりなんだ始まって、で、今はどんどん書き込みするだろ、ね、食事が出てくるの遅い、ね、なんか部屋が片付いてない、おい、いろんなこと言うわけだよ、ね、だからどんどん評判悪くなるわけっていうことになると、今度ね、平常時のサービスの低下に結びついちゃうし、平常時の要するに、ね、顧客のさ、減少につながってくるってわけね。だから僕はあんまりね、集中するってことは良くないんじゃないかなと思ってるわけでさ、それをさ、なんかね、今回10連休でしょ、で、まあね、ね、今回のその言語のさ、変わるね、今日明日ね、本当だったら休みじゃないんですよ、だけど休みだよな。で、そこでね、いい、今さ、僕なんか地方再生のね、仕事をしようとしてるわけじゃん。でね、今は三浦のところをやっていながらさ、今度は違う地域のね、まあ、ホテルの事業なんかもこれから推進してやろうぜなんて言ってるわけじゃん。で、その時にね、どこでもそうなんだけど、人が足りないんですよ。と、逆に言うとね、今わかる？その、いつも言ってるように二極化がどんどん進むだろう。でさ、ね、人口がどんどん減ってるわけだよな。で、人口が減っている中でどういうことが起きてるかっていうと、ね、東京には仕事がいっぱいあるんですよ。まあ、神奈川もそうだな。一部は仕事いっぱいありますよ。だからさ、ね、要するに仕事がなくなったエリアからどんどんこっちに来ちゃうんだろう。だから
ね、人口もさ、ね、そのね、例えば 5%、ね、いつも言うようにさ人口が、ね、日本の人口が減るとするよな。そうさ、全部押し上げて 5% 減るんじゃなくて、ね、集中するとこと加速化するとこがなるわけだよな。そう、価値っていうもの、土地の価値はさ、ね、日本全体で要するに二極化が進むわけだろ。でその中で、ね、今度この地域がどんどん枯れているようなところに、ね、観光地があるよな。そう、同じように今回のように、ね、ゴールデンウィークじゃバーッとそこにさ少なからず行くわけだよな。過疎化している観光地にさ人いないのにさ、ね、再生できるわけないだろうってこと。で今三浦もそうだな、ね、再生いろいろやってるわね。で漁業地、農業地、ね、農業の人たちは結構いる、ね、漁業の人たちもまあそこそこいる、ね、でもね、サービスに対するものと考え方の分かる人たちほとんどいないから、だからこれをね、なんとかしてやろうと思って、まあ、10年やってるわけだよな。これね、日本全国これからどんどん起きるわけだよ。で僕はね、ここはね面白いところだなと思ってるのは、ね、要するにほぼ無価値になったとするな。でその無価値になったところを再生するとどうなるの。そもそもインフラがあるんだ。でインフラがあるところに再生できたら価値はの、ねね、高める速度は早まるでしょってこと、ね、欧米みたいにさ、例えばね、ディズニー、まあ、分かりやすく言うとディズニーランドだよな。沼地のどうしようもない土地、ね、巨大な土地をね、ディズニーが買って、ね、でそこで、ディズニーランド作ったんだよ。でディズニーランド作って、そこでね、要するにディズニーランドのために作ったんじゃなくて、全体の地域をね作り上げるために彼らは作ったわけじゃん。で見てみなよ、今ね、オーランドのねディズニーランド行ってみれば分かるけども、もうすごいでしょ。であれは要するにさ、ね、全くの砂漠とか全くの沼地で、作るからすげえ金かかるよね。でも日本はさ違うんですよ。もうインフラ、出来上がったインフラのあるところ、ね、に対して要するに価値が喪失始まっちゃったわけ。これは面白い事業ですよ、正直言って。だからここをもう少し力入れてやれば、まあ、我々ね今までこう10年間、ね、以上さ10年以上か培ってきたノウハウってものが役に立つじゃないかなと思うわけでね。今ね、今度もう一つはね、金融の二極化が進んでるでしょ、ね、もう現金がさまあバカって言ったら失礼だけど、まあバカだな要するにさ、ちょっとした事例とかちょっとしたあれでさ全部がなる、ね、要するに日本国民と全く一緒、ね、要するに、全てが追従型だろ。要するにさ、大衆心理で全部が決まるわけだからさ、昔ね一部のエリートの人たちってそういうことないじゃん、ね、要するに自分たちがこういう賞ああ賞って決めたらさもうそれでやるわけだよな。とかみんなさ無責任、ね、でまた無責任な正義語るやつがいる。だから ある意味でね、いやほんま金融情勢じゃおかしい、ね、不動産に対して、ね、貸し付け出すのおかしい、ね、こういう事件があったじゃないか始まるから、みんな今金融の仕組みだろ、ね、こんなことやるからみんなさ今見てごらん、ね、上場企業は全部、ね、直接金融ですよ。だから、ね、社債発行する、ね、あとはね、株式上場する、ね、あとは非公開でも、ね、グリーンシード市場、まあ、ちょっと怪しいけどグリーンシード市場で、ね、資金調達する、ね、あとは、ね、クラウドファンディングで調達する。銀行どん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 いらなくなるだろうって話じゃん。だから今、ね、今度 AI でさ全てがね要するに、さ切り替えが始まるわな。そう、銀行の審査の部門の人もいらなくなるし、あとお金の、ね、管理も要するにいらなくなるだろ。するとさどんどん AI が進んでっちゃっていらない人ばっかりじゃん。それなんでそうなったかったらさ、自分たちの能力ですよ、ね、要するに能力を要するにちゃんと、ね、要するに作っとかなかったから、ね、要するに常にさ担保にだけしか、ね、要するに、傾倒してね要するに、融資してこなかったから実力ないんですよ。要はこのね、要するにビジネスモデルに対しての投資するっていうね欧米並みのさ金融の物事の考え方はないまんま、ね、またこれで金融のさ世界がね、おかしいさ歪みが起きてくるわけじゃん。だから僕たちは、ね、徐々にね直接金融の方に行きましょうって話だ。だから今ねうちなんかで CF1 っていうねサービスやってるわな。でこれ直接金融でしょ、ね、でこれとさ間接金融両方織り交ぜた、ね、商品構成をすることによってリスク回避できるでしょってこと。あとねもう一つはね預金封鎖ですよね、これから確実に僕はねそこの部分が要するに、徐々に明確化になってきてるってこと、まあ
時間になっちゃったからね、今日はここまでだけど、要するにね、もうね、僕は、何年前だ、5年前から言ってることがどん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 さ、現実に向かってきて、いや自分で言ってることは怖いくらいなんだよな。だからこれね、まあ少しね、CF ネットウェアでさ、ちょっとお話しようと思ってるんだけど、ね、これはね、かなり危険な状態に僕はなると思ってるんだ。まあ、ぜひね、そういう面でいくと、不動産が助けられる力っていっぱいあるから、まあ、そこのところをね、まあ、ぜひこれからも研究したいと思うね。よろしくお願いします。以上。